片山真嗣は、静岡県宮津市出身で大野松部屋に所属していた、元大相撲力士。身長179センチメートル、体重142キログラム。得意は押し相撲である。最高位は、西前頭13枚目。趣味は、映画鑑賞。愛称は、四股の片山、また部屋では、サップと呼ばれていた。血液型は AB 型。鉱物は麺類。 唐揚げ。最終学歴は、先週大学卒業。小学四年の頃に相撲クラブに入り、小学六年で全国大会に出場する。中学、焼津水産校、先週大学でも相撲を続け、全日本相撲選手権大会では三位に入賞した。この成績ならかつては、幕下付けでデビューも可能だったが、二千一年の規定改正で、幕下付けでは、 優勝が条件となり、惜しくも幕下付けでデビューは果たせなかった。しかし、将来も相撲を続けたかったため前相撲からの入門を決意した。初土俵は2002年3月場所。以後は順調に昇進。学生時代のライバルで同期で幕下15枚目各デビューをした朝日丸に先んじて2004年7月場所で新十両。 2005年5月場所で新入幕を果たす。大野松平及び、先週大学卒業者では、初の幕内力士である。仕切りの際に足をまっすぐ上げる美しい四股踏みとは、裏腹に相撲は固く、幕内に定着できず、幕内での勝ち越しは、新入幕の場所のみに止まる。2005年9月場所に重量に陥落し、その場所は勝ち越して、すぐに幕内に戻ったものの、 2006年1月場所は、西前頭16枚目で6勝9敗と負け越し、1場所での重量陥落が決定した。3月場所は9勝6敗と勝ち越し、幕内復帰を決めたが5月場所は、東前頭14枚目で5勝10敗で、再び1場所で重量に陥落となった。7月場所では、西の重量筆頭で6勝9敗に終わり、復帰に失敗した。 9月場所では西十両3枚目で8勝7敗という成績ながら幕内から陥落する力士が8人もおり幸運な幕内復帰を果たした。ところが11月場所は幕尻の西前頭15枚目で6勝9敗に終わり、この年3度目の重量陥落となった。このように幕内界と重量上注意を往復する生活が続いていたが、 2007年は重量でなかなか勝ち越すことができず、中盤戦まで黒星が大きく先行するものの、終盤にかけての驚異的な追い込みによって重量に残留することが多くなっていた。2007年9月場所で8勝7敗と1年ぶりに勝ち越し、翌11月場所も9勝6敗と2場所連続での勝ち越しを決めたが、いずれもこれまでとは逆に勝ち越しを決めた後に失速し、 番付を思うように上げられず重量界での土俵が続いた。その後も2008年1月場所、3月場所と2場所を連続して先週楽に敗れれば、幕下陥落が濃厚となる状況から、立ち合いの変化で重量残留を決めるなど、紙一重のところで重量を維持し続けていたが、2008年7月場所では東重量9枚目で2勝13敗と大敗。 ついに4年間守り続けた関取の地位を手放すことになってしまった。9月場所は、西幕下5枚目で4勝3敗と勝ち越したが1、場所での重量復帰はならなかった。東幕下2枚目から再び重量復帰に挑んだ、11月場所では2勝5敗に終わって果たせず、2009年初場所では、東幕下16枚目に位置したものの全球となり、同場所を最後に引退した。 重量昇進を確定的にした2004年5月場所、重量に昇進したら地元にちなんだ、四個名にしたいと話すも、翌場所は解明せず、勝ち越したら解明と宣言。同場所で勝ち越しを果たし、解明すると思われた翌、9月場所も解明はなく、入幕したら解明と、またもや解明を持ち越した。結局新入幕を果たした2005年5月場所以降も、 仕込めを改めることはなかったが、2008年3月場所前に名前を、信次と改名した。ただし、ドスコイ FM を担当していた、武蔵丸親方からは足を手で引っ張り上げる手にや足が、高く上がっても足首が直角に曲がったままである、点から、所作としての本質を書いているという指摘をされた。ありがとうございます。